今日は水曜日ということで、本日の競り、今11時になってしまったので、プレミアムオークションっていうですね、はい、それはだいぶ進んでおりますね。はい、終わっちゃってるのがいっぱいあります。200万とかいう数字が、300万という数字がちらっと見えましたけどね。はい、S1000、WRM、パッケージってやつですね。これ300万以上するんですね。はい、まあ、元が高いんじゃないですか。その他、まあ、いろいろありますけど、まあ、もう終わっちゃってるのね、いくらでしたなんて言ってもしょうがない。ちょっと、ね、他の他店舗にご迷惑をかけることに。ってね。はい。車種を指定だとあれだから、評価点でね、10点もの。まあ、10点ものっていうのはどういうものかというと、メーカーから出荷した状態。登録もしてないし、整備もしてない。一切。もう、そのままっていうね。はい。ガソリンも入ってない。うん、そういう状態のものが10点になります。で、傷ないのね、一切ね。で、傷がちょっとでも入ると9点、8点とかなっちゃいますね。さらに、登録してるともう9点。まず、整備しちゃってるとね、9点になります。で、そこからだんだん下がっていくということになりますけどね。はい。全部でですね、8台出てますね、10点ものっていうのはね。はい。ADV160、CL250。リード125、DAX 125、XSR 125、GSX 250R、ABS、ジクサー 250SF、そしてレッツっていうね、はい、8台出てますね。まだ、どれもまだやってないですね。これからもう、だいぶ遅い時間です、どれも。競りはね。はい。で、9点ものになるといっぱい出てきます。14台。はい。まあ、新車状態いっぱい出てくるんですけど、まあ、登録されてるとかね。そういうのも出てきます。はい。CBR125R 2型、CB650R、CL250、CT125 2型、黄色いやつですね。NC7半X の DCT3 型ってやつですね。これは登録されてます。車検のやつはね、大体登録されてますね。はい。令和6、今年の10月登録されてますね。9年の4月まであって、1キロ赤。登録だけして、あ、これもう終わっちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。で、PCX160、DAX125、DAX125、TMAX560、TECMAX ですかね。これは令和6年で9月、令和6年で、車検は9年の4月まで。走行1キロ黒。ね。っていうのがあります。あとですね、XLR 系、これ取り消しにしたみたいですね。で、終わってしまったのとしては、R1200GS アドベンチャー。令和5年。走行9キロ。パーニャ3つ付いてますね。270何万とか、そんな感じみたいですね。あと、先ほどちょっと、ご紹介した S1000 の WRM パッケージ。あ、違う。それとまた違うのが出てますね。でもこれは200万円台で。なんで違うんですかね。でもこれも登録したてですよ。あと、ハーレー、FLHXSE1980CVO っていうのがね、走行9キロ、ですね。令和6年登録の9年の4月まで車検。あと、プジョージャンゴ 125ABS 白、ね、走行ゼロ、ね、っていうのが出ております。はい。で、走行評価8点になると、もう1000キロとか2000キロとか走ってる車両もいろいろ出てきます。はい。ADV150 新車だね、これ。あ、もうこれ終わってないやつでいきますか。CB1300 スーパーフォアの3型 SP。SC54、27番台。ね。令和5年、車検ないです。登録だけして、もう返納しちゃってるみたいです。868キロ。ですね。総合8点、オール8点だね。そういうのがありますね。あとみんな終わってるな。フォーク11。令和4年、車検どっちもないです。令和4年登録で車検切れてます。令和4年登録で車検切れてる。2台出てますね。234キロと460キロっていうことでね。はい。で、リード125、リード125でしょ。あと、NC7半X の DCT3 型。また出てますね。あ、これ終わっちゃった。PCX125-4 型。186キロ。クロスキャブ110の、これ、くまモンですね。くまモン。1870キロ。グロム2型。これ新車ですね。0キロ。DAX125 赤。DAX もいっぱい出てますね。791キロ。ね。レブル 1100DCT。令和5年登録、令和8年の4月まで車検。1180キロ。っていうのがあります。500は別のか。GSX-R125。0キロ。これ新車ですね。はい。
あと、V ストロームの 650XTA、令和6年登録、車検は9年の4月まで、1287キロ。乗りましたね、随分ね。登録したてでね、まあまあ3ヶ月ぐらい経って、4ヶ月ぐらい経ってるか。これは、スタート価格で流れましたね。高めだったんだね。あと、忍者 1000SX なんてありますからね。これも令和6年、初年度、令和9年の1月まで、100キロ。あ、違う。4月だもん、V ストローム。4月登録で1ヶ月、出品も考えたら1ヶ月も経ってないんじゃないの？で、1200キロ乗ったんです。すごいですね。それで出品っていうね。はい。そして Z650RS が4台立て続けに出ております。はい。322キロ、1035キロ、100キロ、1351キロという感じですね。はい。で、1台は令和6年なんですけど、車検切っちゃってます。登録だけして車検切っちゃったってやつね。はい。でも1000キロ走ってるね。あとね、令和4年登録の、茶色いやつね、が出てますね。オレンジ、茶オレンジのやつね、はい、出てます、はい。あとはみんな緑、あのね、玉虫みたいなやつね。はい、緑色。はい、ZX6R の ABS、令和2年登録、636cc だって、令和2年、1402キロ。これ車検ないです。あ、これ終わっちゃってるわ。終わってね、RC、KTM の RC125 ってのがね、白オレンジ。これ新車ですね。あと KTM の125デューク。これも新車ですね。が出てますね。はい。その他はハーレー、ハーレー、ハーレー、ハーレーなんで、はい。新しいですね。新しいハーレーばっかですね。はい。っていうのが、8点もの。なんかあんまり出てないですね。新しいタイプね。いわゆる点数高いやつね。うん。で、7点になると、まあ、だいぶね、落ちてくるんですけど、ADV160 が立て続けに3台。ね。942、2800キロ、810キロ。C110 の3型。ドラムブレーキのやつですね。1424キロ。で、その次には、4型ですから、キャストホイールの9キロ。まあ、ほぼ新車みたいなのが出てますね。あと C125、2447キロ。C225 の2型、528キロ。とかね。あと CB1300S、CB1300 のスーパーボルドール3型 E パッケージっていうね。令和5年で、初年度、令和7年の4月まで。これで、レンタルアップですね。331キロ。CB400 スーパーフォア4型 ABS。令和4年で、令和7年の9月まで。1068キロっていうのがね、ありますね。はい。白、赤、黒ってなるんですけどね。はい。CBR600WR 4型。令和3年。令和6年の8月まで。1452キロ。総合7点とかであれば、まあ、ほぼね、問題ない車両っていうかね、もうピカピカの、わー、綺麗だっていうね、感じだと思います。ですので、さすがに7点だと、1箇所だけ3点とかありえないんで、1箇所だけ3点あったらもう7点もいかないですからね。まあ、そのあたりはまあいいのかなと、まあ思ったりもします。で、CL125、まあこれ、CL250、これやっぱり出てますね。はい。あと CT125 2型。現行モデル、1、2、3、4、4台ありますね、7点ものは。はい。2072キロの緑、466キロの緑、175キロの黄色、5275キロの艶消し、ガンメタリックっていうね。はい。そんな感じで。あと、ディオ100等3型、8900キロ。で、7点なの。随分ね、大切に乗ったみたいですね。8900キロ乗って7点だもんね。あと、GB350 が2台ありますね。令和4年、7年の8月まで。令和4年、7年の10月まで。2267キロと5980キロですね。これもね、7点で評価いいですね。リード125、2型、316キロと931キロ。PCX125、3型、1995キロ。4型、1282キロと1308キロ、ね。PCX160、白、3690キロ。ね、出てます。あとトランザルプ出てますね。令和5年、令和8年の6月まで4135キロ、これ終わってますけど90万以上いってますね。90万以上いってる。4000キロで、はい。うちで販売させていただいた車両はだからお得だったんじゃないですかね。あれちょっと安かったんですよ。これよりも安かったんですよ。で、距離も少ないでしょ、もちろん。1800、あれ1000、あれ何百キロでしたっけ、600キロでしたっけ、600キロぐらいですよね。そう、600キロぐらいだったんですよ。だから、ね、まあ、レンタルアップですけど、あちらはね。だけど、まあ、ちょっとね、92万ってことは持って帰ってくるだけで、102万、じゃ無理か。102万ちょっと、103万ぐらい。で、グリップヒーターなんかとか、やれ、なんだつけたらもう売れないね。そう、そういうことなんですよ。この金額じゃ、やっぱり、うん、
ね、だからかなりやっぱあの時ね、そう、あ、これと思って買ったんですけど、やっぱり安かったんですよね。うん、だから少しお休みにお渡しすることができたというね、ことでございます。はい。クロスカブ113型、444キロ、水色のやつね。あとグロム2型1190キロ、ダンク476キロ。ちなみにモンキーのメッキモンキー出てました。最後のやつ、5000台限定でしたっけ？なんだ限定でしたっけ？ 500 台か。500台でしたっけ？ありましたよね、モンキーね。はい。新車、ね、メッキ、オール7点。75万なんぼです、とかいう感じですね。はい。ね。まあ、それぐらいの金額になるんです、あれはね。はい。最後のやつね。はい。もっと高かったよ、最初。80とか余裕で言ってましたから。はい。新車でなきゃダメです。あ、もう走っちゃったら、もう、値段は激落ちします。はい。すいません。私がすいませんって言うのが変だけどね。はい。まあそういうのがずっとありまして、ホンダばっかり、まあとりあえずホンダがね、こんなにやって、そしてヤマハはね、MT-03、令和5年、令和8年6月、1590キロ、MT-03、もう一回ありますね、令和5年、8年11月まで、1196キロ、なんてね、ありますけどね。はい。07はいいね、092型 SP、令和3年、車検なし、1074キロ、ね、NMAX155A、BS、4111キロ、ね、SR405 型、令和5年、8年の12月まで1835キロっていうのがありますね。はい、これは、ヤマハが出さないで置いといたやつをどっかに出したんじゃないですか。それで登録っていうような流れじゃないかと思いますけどね。はい、まだあるらしい。どれぐらいあるか知らないですけど、かなりやっぱり作って、そのほら、全部出してないみたいなんですよね。なんか変だけどね。うん、まあ変だけど、まあそういうのがあるらしいです。はい。TMAX560T、テクマックスですかね。令和4年、7年の7月まで894キロ。でね、ありますか。グリファス、630キロ。ますね。はい。さあ、続いていきましょう。V ストローム 800DE。5年、8年の3月まで4895キロ。もう1台、800DE。令和5年、令和8年の3月まで。3148キロ。あ、終わっちゃった、これ。3148キロのやつ終わっちゃった。残念。お休みでしたね。3000キロ走ってるからかな。800DE はいいと思います。はい。足も長いしね。バーグマン400。令和4年、7年の5月まで8200キロ。結構乗ってますね。忍者252型、1386キロ。Z125 プロ、3250キロ。ね。Z650RS、令和5年、7年11月、185キロ。もう1台ありますね。令和4年、7年11月まで、216キロ。はい。Z902 型っていうのもあります。令和3年、車検なし、9106キロ。Z900RS、令和5年、8年4月まで、3310キロ。6RA、ZX6RA、令和4年、7年の9月まで、2903キロ。というね。はい、エリミネーター403型 SE、令和5年、8年の10月まで1884キロ。BMW C400GT、平成31年、車検なし3176キロ。G310GS、令和3年、6年の10月まで927キロ。へぇ、はい。うちのと変わんないな。落札価格が。うちのやつはやっぱり少しお休めだった。あれだって令和5年だしね。うん、お休めだったんですよ。はい。ね。BMW R90 アーバン GS、平成30年、車検なし2473キロ。まだ、これからですね。はい。R90 ピュア、ね。令和5年、8年の3月まで663キロ。もう1台、令和4年、7年の7月まで344キロ。これですね、アルミタンクなんですよね。あんま行ってないですよ。150万円だ。なんか200ぐらいいっちゃうでしょって言ってましたけど、いってないですよ。あ、かっこいい。アルミタンクでね。やばいですよ、これね。R90 ピュアね。はい。R1200GS ラリー、平成30年、県なし、6763キロとかね、ありますけど。はい。まあ、そのあたり行ってね。R18TC、令和5年、8年の12月まで167キロ。クラシックも出てますね。令和4年、車検なし91キロ。エッセン WR、令和5年、8年2月まで2000、1079キロ。ね。
このあたりずっとね、見ていきますけども、トライアンフスクランブラー1200、これ終わってますね。ドカティ SS950S、これも終わってる。ストリートファイター V2、令和5年8年8月まで2155キロっていうのがありますね。はい。ムルティストラード V4S 終わってる。ハーレーなんとなく終わってる。ハーレー X350、令和5年8年12月まで15キロ。ファンティックキャバレロ500ラリー。令和3年、車検なし9321キロ。ベータクロストレーナー250、284キロだね。モトグッチ、V85TT、令和元年、なし、1343キロ、みたいな感じで、まあいろいろ、今回も新しい車両でね、程度がいい、あ、これいいなっていうものが、いろいろ出てるようでございます。いやー、V ストローム 800DE がいいよね。もう一台あるんだけどね。もう少し4800キロも走ってんの。え、たった4800キロでしょって思うでしょ思いますよね。でも他のほら何百キロとかね、1000キロぐらいしか走ってないと、もう4800キロも走っちゃってるなと思っちゃうところが怖いですね。はい。しかも前回70万円台で終わってるの。もう一台の方、3000キロのやつは。点数一緒ですから、ほぼ。いやちなみに色はね、グレー。グレーで、黄色が入ってるやつ。ホイールが黒、リムがね、黒いんですよ。ゴールドじゃないのね。フロントの方がゴールドなんですけどね。うん。これはいいよね。足回りがね。やっぱ長くてね。足が長いってことは、それだけサスペンションよく動くということですから。ですよね。うん。で、乗り心地がいいってことですよ。たまんないですね。と勝手に言ってますが、どうでしょうか。はい。という感じでですね、まあ、いろんな車両がね、今回も出ておりますのでね、はい。また来週はどうなるのか、そんなことを思います。はい。ちなみにですね、今回水曜日なんですけど、今度の金曜日24日、ここで定例がいいですよね。評価点。10点、9点ものは何か出てるかな。出てますね。10点、9点ものは結構出てますよ。はい。まあ、ハーレーが多いね、やっぱり。ハーレーは厳しいんじゃないですか。大変なんだと思います。はい。メーカーのね、この圧力なんていうんですか、メーカーの売れ登録しろっていうね、それが結構あるんじゃないですかね。でもあんまりね、売れないから、そんな300万だ400万だってするバイクが、そんな何百台何千台なんか売る、何百台じゃ済まないか、何千台なんかそうそう売れないでしょ。しかもいろんな車種あるしね、それを一通り全部売れって言われてもなかなかね、それやってると日本ダメになるよ、日本の市場が、うん、で結局売れないからこれ出すでしょ、安くなるでしょ、そうするとあなんで安いんじゃないかってなっちゃうんですよ。うん、価値ないんだ。だから新車で買って、新車でよりも100万とか安い、余裕で安いじゃんってなったら新車の意味がなくなっちゃうじゃないですか。そうするとなんかサービスでね、メーカー保証がどうのこうの、あとメンテナンスをきっちりやってますよとか、そういうことでしか選んね。だから例えば川崎だったら川崎ケアね、レクサスだったらレクサスケアって言わないの、なんつうか、レクサスプログラムなんですか、なんかありますよね。だからもう、整備から何かみんな入っちゃってますと。オイル交換代もね、みんな含まれています。それまできっちりやります、がっちりやりますみたいな。そういうシステムですよね。だそういうふうに、それしかなくなっちゃう。だからそういう外れてれば、安いけど、それはないですからねってことになるじゃないですか。もしくはもうそのディーラー系で買うしかない。うん。そう、中古車も。そうするとやっぱりそれなりの金額になりますから、それで維持するしかないかもしれないですね。それがないともうただ安いだけになっちゃうから、うん、そうするとね、メーカーが買い戻したりするらしいです。どこどこのメーカーはね、価格あんまり下がっちゃうとまずいからっつって、そこのほら直営店あるじゃないですか、メーカーがやってる直営店がわざわざ買うらしいです、価格をやっぱりありするために。それやっちゃって、それやってたんじゃもうわけわかんなくなっちゃうんですけど、でも現実は売れなきゃ安くなるし、売れりゃ高くなる、それは当然ですよ。物がなきゃ高くなるし、でもそれなのに売れない、そんな高額な売れないような、そうそう売れない車両をどん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 販売店に押し付けてね、もう早く登録しろとね、っていうのはやっぱりこう日本のこの販売のね、あれが無理がかかると思うんですよ。で結局ダメになっちゃうんだと思うんですよ。ダメになってもいいと思ってんだろうけど、他の国だしね、どん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 売って、だから結局販売店をやってる、まあ会社でみんな会社経営だから別に畳んじゃえばいいんだからね、借金背負ってどのこうのはないだろうから、そんなね、いいとこ500万でしょ、責任のね、どのこうのっていうのはね、
だけど、そういうことが続いちゃうと、結局、ダメになるんじゃないですか。日本の市場が。完全荒れちゃってね。やっぱり一台一台を大切に売っていくっていうようなやり方をしないと、厳しいんじゃないですかね。まあ、だからそうすると、まあ、そういうね、レクサスプログラムだの、川崎ケアだの、そういう話になるんですかね。わかんないですかね。車はほら、いいですよ。車は買う人いっぱいいるから。変な話ね。で、お金持ってる人もいるから、そういう人相手にして、どんどんやればいいけど、バイクはね、お金持ってたら買うわけじゃないから。変な話。お金持ってる人がバイクって買うわけじゃなくて、欲しい人は買うんですよ、バイクって。そういう乗り物じゃないですか。お金だけじゃないでしょ。免許も必要でしょ。あと、乗るための気力、体力。いろんなものが全部揃ってやっと乗れるんですよ、バイクって。車は違うんですよ。車は必需品だから、何でもいいんだよ、はっきり言えば。何でもいいんだけど、その中でお金のある人は、やっぱりそういうところに行くわけでしょ。で、それを買うわけじゃないですか。まあ、レクサスならいいんですよ、レクサスでもね。別に BMW でも、メルセデスでも、まあ、アウディでも何でもいいんですけど、うちのメーカーが入ってて、名前がないぞって。何ですか？アルファロメオ。アルファロメオ入れときます？プジョー入れときましょう。何でしたっけ？ルノー？ルノーは、そういう高級車っていう感じじゃない気がしますけど。ね。ちょっと待って、フォルクスワーゲンないじゃん。あ、フォルクスワーゲンがありました。なんてね。まあ、いろいろありますけど、まあ、そこまで、そういうのって大衆車の部類に入ってくるから、ちょっと違うんじゃないですか。ね、どうなんですかね。やっぱりね、ホンダもね、今ね、車両が余っちゃってる。だから株系は、もう、軒並み値段下がってますよ。どうしてかっていうと、余ってるから。余って普通に買えるものにお金出さないですよ、人は。いつでも買えるんだもん。だから、今までの、そのコロナの時に作れなくて、もうね、なかなか入らない。そういうのが良かったんですよ。2、3ヶ月待ってね、あ、やばい、2ヶ月入っちゃったよ。そういう、買えるんだ、良かった、ラッキーっていう場合もあるわけでしょ。お店によってね。だから、そういうのが良かったんですよ。それなのに、もうどんどんまで入れてる、パタッと売れなくなるに決まってんじゃん。ほんで、ずーっと売れるわけないんだよ。そう。そんだって、バイク買い替えないもん、しょっちゅう。と思いますよ。Z900RS だってそうですよ。変な話。作り続けたら大変なことになりますよ。そんなみんな欲しくないもん。Z900RS 欲しい人っています？だってうちあるんだよ。安い。新車にも安い金額で売ってるんですよ。でも売れないでしょ。そういうもんですよ。高くても買ってる人いるよ。っていうね、お店によっても売れるんだけど、まあそれはいいんですが、結局そういうことじゃないですかね。なんかね、需要ってもうね、決まってんだから、それを超えるようなね、あれはできないんですよ。だから供給をある程度コントロールしてやっていかないと、結局はね、ダメになっちゃう。結局最後はもう叩き売りみたいになってくるんですよ。安くしなきゃ売れないとかね、そういう話になってくるんですよ。そうなっちゃうともう意味ないじゃないですか。ね。川崎ケアはいいよね。あそこで買えば、3、ね、次の車検まで全部整備代とオイル交換代が含まれている。いいですね。それだったらなんかいい感じがするもんね。やっぱそうやってもう囲うしかないんですよね。変な話ね。そう。ね。どうなんですかね。まあ、とにかくね、私は会社の、特に大きいとこね。力のあるところのやり方というのは、どうも安く出て、いっぱい出て、安くやいっぱい出てきちゃってるのを見るとね、どうもね、ちょっとよろしくないんじゃないかなと。日本をただ食い物にしてるだけ。それもやっぱりね、どうかなと思いますよ。いや、そんなことないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やたら会社ディーラーはいいって言ってる人もいますけどね。あれですよ。ですよ。ねえ。ほら、日本のメーカーだと、YouTuber みたいのは、いや、ダメですっていう感じでしょ？そういうなんかあってもね。でも会社はもう、ああ、どうぞ来てください、来てください、もう試乗して、ちょっと、いろいろやって、もう乗って撮影してくださいっていう感じ。だから、やっぱ会社はいい。ね。冷静になって考えてくださいよ。ね？会社、いいんですか？
いや、私好きですからね。私もほとんど、比率的に会社が多いですけど、いいんですけど、YouTube 中古車屋さん、で、メンテナンスしますか？ねえ。いや、これはもう現状ですとかね。で、あれ、ああ、こうだ、なっちゃうでしょ？ねえ。実際自分は買いますか？っていうね。うん。そういうことですよね。BM はいいけどね。他のはどうですかね。ねまあ、いいと思いますよ。うん。ただそれを、こう、その何百万も出してね、買うかって言われると難しいんですよ。私だって買わないですよ。BM、例えば BM 買わないですよ。何百万も出して。何十万だから買うんであって、中古で安いから買うんであって、新車で300万と400万だっていうの買わないですよ。どこのメーカーで買わない。車で買えないんだから。バイクなんかなおさら買えないですよ。その高いですよね。そういうところです、うちは。ね。要は、持つものがないっていうね、ことでございます。はい、残念だね。はい。ね、もう、どんどん置いといても売れないから、ね、どうしますかね。うん、X350 の令和6年、9年5月まで1キロ出てるね。ね。いいんですかね、これね。X350 って。これどこでしたっけ？ベネリーでしたっけ？作って、中国のどこの工場で作ってるんですか？これ中国製ですよね。X350 って。アメリカ製じゃないですよね。車体番号でも S なんだよね。SHD で、5HD から始まるから、多分アメリカ、最終的にアメリカで何かやってるんですか？組み出してるんですか？それとも車体番号だけそういう風に作っちゃってるんですかね？つけてるんですかね？大抵その国のやつがつくんですよ。中国だと LC かな？ LC から始まるんじゃないですかね。ね、ないですもんね。ついてないですもんね。そのあたりはだからちょっと、ないですけど、わかりませんが。はい。さあ、そんな感じでね、今日もいろいろと競りが、ね。はい。うちは出品してる方、今日は。だからちょっとお金になればいいかなって。気持ちね。そんな何十万になるような車両じゃないんでね。はい。何十万になるような車両じゃないので、あれなんですけど、まあ、数万円になればいいのかなと、ね、思って出してるんですけど。いいね。何百万とかね、出したやつがね、なったらいいですよね。なんでこんな上がっちゃうのって。そういうのが、一回でいいから経験してみたい。競り出して。自分が押してどんどん上がっていくのありますよ。そうじゃなくて、他の人が、何か大丈夫？別に何もないよ。ただのバイクですよ。中に何か仕込んでるとかそんなの何もないですよ。みたいな。